皆さん、こんにちは。STM32 マイコン体験実習セキュリティ編パート1です。STM32 のセキュリティ機能とトラストゾーンの概要を説明します。STM32 マイコンセキュリティを4つのパートで学習します。はじめに組み込み市場でのセキュリティの考え方を話します。 次に STM32 が内蔵するセキュリティ機能を紹介します。STM32 がどんなセキュリティ機能を持っているか、マイコンへの攻撃をどのように防げるかを説明します。残り2つは ARM トラストゾーンに対応したマイコンについての講義と演習です。まず ARM Cortex-M トラストゾーンの概要を話します。 その後、6つの演習でトラストゾーン対応マイコンを扱うための知識とスキルを習得します。パート1では1から3までを学習します。動画の構成を説明します。パート1は講義のみになります。パート2では STM32L5 の開発環境を整備して演習でキーポイントを体験するための準備をします。 パート3ではトラストゾーン対応ファームウェアプロジェクトを正しく扱う知識とスキルを習得します。パート4ではトラストゾーンでアイソレーションしたリソースへアクセスするための方法であるセキュア呼び出しを習得し、ペリフェラルと割り込みのセキュリティ設定の仕方を習得します。パート5ではトラストゾーンを無効にする方法を習得し、 ST の初期化コード生成ツール STM32CubeMX でトラストゾーン対応ファームウェアプロジェクトを作成する方法を習得します。組み込みの分野でセキュリティが必要になる理由として少なくとも2つあるのではないかと思われます。1つ目は海賊版の製造防止です。製品からファームウェアやデータを読み取られてしまうとコピー品が作られてしまいます。 二つ目は製品の悪用防止です。製品の機能を悪用されてしまうと、その製品を製造販売している企業のイメージに影響が及ぶ可能性があると思われます。普段何気なくセキュリティという言葉を使っているのではないでしょうか。セキュリティという言葉の意味をより深く知ることで、セキュリティを考える上でのヒントになるのではないかと思われます。 セキュリティを英和辞書で意味を調べると、安全という日本語訳が一番目にあります。同じく安全と訳されるセーフティという言葉と区別がつきません。英単語の意味を英語で解説する英英辞書を引くと違いがわかります。セキュリティという言葉には、外部から危害が及ぼされない状態という意味があります。一方で、セーフティという言葉には、 自分から外部に危害を及ぼさないい状態という意味があります。このスライドはセキュリティとセーフティの説明を絵で表現した一つの例です。必要に応じてご覧ください。セキュリティを考えるときは攻撃に着目するとよいということが分かったのではないかと思われます。組み込み込セキュリティで、 防御の対象となる攻撃は2種類あります。1つ目はソフトウェアによる攻撃です。ファームウェアを書き換えたり、メモリの空き領域に命令コードを仕込んで、製品機能を悪用したり、データを勝手に外部に出力します。JTAG やブートローダーを使って、メモリからデータを読み出す操作もソフトウェアによる攻撃に該当します。2つ目は物理攻撃です。電圧グリッジという物理攻撃があります。 コア電圧に定格外の電圧を一周入力して命令実行の誤動作を引き起こす攻撃です。その他にサイドチャネルアタックという物理攻撃もあります。STM32 などの汎用マイコンが内蔵しているセキュリティ機能の多くは1のソフトウェアによる攻撃に対する防御です。2つ目の物理攻撃に対する対策はクレジットカードなどに使われるセキュアマイコンが有効です。 アームトラストゾーンは一つ目のソフトウェアによる攻撃に対する防御です。セキュリティアイソレーションという方法を使うとソフトウェアによる攻撃を防御できます。アイソレーションとは隔離、分離のことです。勝手にアクセスされたくないものをアイソレーションして簡単にアクセスできないようにします。このスライドで示しているモデルをもとに アイソレーションがどんなものか説明します。あるマイコンがあり、Quad SPI インターフェースに外付けフラッシュメモリが繋がっています。この外部フラッシュメモリには、他の外付けデバイスを制御する命令コードが記録されています。このモデルの正常動作を説明します。マイコンが外付けフラッシュメモリから命令コードを読み出して実行します。 命令の実行により外部デバイスから重要なデータを読み出します。データを読み出した後、それを内部 S r a m 上で暗号化します。最後に暗号化したデータを無線通信で送信します。以上のように動作すると考えてください。外付けフラッシュメモリが市場で別なものに貼り替えられてしまった場合を考えてみます。 張り替えた外付けフラッシュメモリにはこの商品を攻撃するプログラムが仕込まれています。この攻撃プログラムはまず外部デバイスの設定を書き換えて勝手に制御します。次に外部デバイスから読み出したデータを暗号化しないで無線通信で高頻度で外部に送信します。外部フラッシュメモリが張り替えられたことを知らない CPU コアが外部フラッシュメモリから命令を読み出して実行すると 攻撃が実行されてしまいまいすこの攻撃には3つの要素が関係しています。一つ目が外部デバイスとの通信インターフェースの I2C です。二つ目が無線通信チップとの通信インターフェースの SPI です。三つ目が読み出しデータのバッファリングと暗号化に使う内部 SRAM 領域です。 この3つをアイソレーションして、あらかじめ決めてある手続きに従わないと、これらのハードウェアにアクセスできないようにします。これによって攻撃が成立しなくなります。これがセキュリティアイソレーションという仕組みです。アームトラストゾーンは、このセキュリティアイソレーションを柔軟に実現するための技術です。アイソレーションしたリソースにアクセスする場合、 ARM コアテックス M トラストゾーンの場合はセキュアー呼び出しを使います。この場合、セキュアー呼び出しがあらかじめ決めてある手続きになります。STM32 が内蔵しているセキュリティ機能とその使い道について説明します。このスライドはマイコンを搭載した商品への攻撃手順の例を示しています。 まず商品の筐体を開封して基板が見えるようにします。基板に線をハンダ付けするなどして JTAG を接続できるようにします。JTAG が接続できるようになると攻撃が可能になります。マイコンへの攻撃を STM32 のセキュリティ機能で防御する例になります。 タンパー検知機能でマイコンが搭載されている商品の筐体が開封されたことを検知できます。JTAG ピンの無効化や RDP 読み出し保護で商品基盤への JTAG 接続を防げます。フラッシュメモリの書き換えや空き領域への攻撃プログラムの書き込みは WRP 書き込み保護で防げます。メモリからのデータ読み出しは RDP の他に メモリーアクセス制限機能で防げます。メモリーアクセスを制限する機能として、トラストゾーン、MPU、メモリープロテクションユニット、セキュアメモリーなどがあります。各セキュリティ機能について発足します。タンパー機能のうち、パッシブタンパーは信号レベルのハイ、ローの変化で開封を検知します。アクティブタンパーは自分が出力するランダムな信号が基盤上を巡り回った後、 問題なく、そのまま自分に戻ってくるかどうかで基盤への物理攻撃を検知します。どちらのタイタンパー機能もタンパーを検知するとバックアップレジスタという記憶領域やイスラムの内容を自動で消去します。JTAG ピンの無効化は JTAG 通信に使うピンを汎用入力や出力に設定を変えて JTAG を接続できなくします。WRP 書き込み保護は 内部フラッシュメモリをセクター単位で書き込み禁止にします。一つのセクターサイズはマイコンによりますが、数キロバイトになります。RDP 読み出し保護は内部フラッシュメモリを JTAG 読み出し禁止にします。最近の STM32 では、内部 S a m の一部も JTAG 読み出し禁止にできます。また、RDP が有効だと JTAG 接続を検知した時点で、プログラムの実行を停止します。 パワーオンリセットがかかるまで停止したままになります。セキュアメモリーとは起動時のみ読み書きできるメモリー領域です。アプリケーションファームウェアにジャンプした後アクセスできなくなります。メモリープロテクションユニットとは ARM コア r e DEX M c 内蔵のメモリーアクセス制限機能です。 アドレス空間に最大で16個の仮想領域を作り、それぞれの領域ごとに読み書き、命令実行の許可禁止を設定できます。各領域は重ねることができます。このスライドの例では起動時にセキュアブート処理を実行している最中に、他の領域での命令実行を禁止しています。これにより、外部から悪意のあるコードをメモリに入れ込まれても実行できないようになっています。 STM32 マイコンセキュリティの機能をいくつか紹介しました。これらのセキュリティ機能をバラバラに使うと効果が薄くなります。組み合わせて重ねて使うことでセキュリティを強めることができます。仮に開封検知が破られたとしても次はこれで防ぐというように壁をいくつも用意することで攻撃に対して敷居を高くできます。 このスライドの例では書き換えられたくないフラッシュメモリー領域に WRP 書き込み保護をかけます悪意のある命令コードから読み取られたくないメモリー領域をトラストゾーンで保護します暗号鍵が記録してあるフラッシュ領域をセキュアユーザーメモリー領域にしてルート時に鍵を使うときだけ CPU がアクセスできるようにします メモリープロテクションユニットで今実行したい命令コードがある領域だけ実行可能にします。このスライドは STM32 というマイコンがどのセキュリティ機能を内蔵しているかを示しています。Cortex-M33 を内蔵しトラストゾーンに対応しているマイコンは今のところ STM32L5 マイコンのみとなります。 トラストゾーンとはアドレス空間上にアクセスしにくい領域を任意の位置に任意の大きさで作る技術です。アドレス空間全体が保護対象になるのでメモリだけでなくペリフェラルがマッピングされているアドレス領域も保護対象になります。アドレス空間の中でメモリー領域に限定してトラストゾーンと似たようなことができればいいという場合は STM32L0L4 マイコンの Firewall という機能をトラストゾーンの代わりに使います。またマイコンによっては AES や Hash などの暗号ハードウェアを持っていないものがあり、これを補うため ST から暗号ソフトウェアライブラリを配布しています。フラッシュメモリだけでなく SRAM にも RDP 読み出しプロテクションをかけられる STM32 のマイコンは F7, H7, L4, L5, WB, WL, G0, G4 になります。PKA とはパブリックキーアクセラレーターの略です。ECDSA や RSA などの公開鍵暗号処理の計算を一部ハードウェアで実行します。RSS はルートセキュリティサービスの略です。暗号化したファームウェアを 工場で書き込むときに使います。OTFDEC とは o n ザフラ f l y d e c r y p t r の略です。OctSPI 外付けフラッシュメモリに記録されている暗号化してある命令コードやデータをメモリー読み出すと同時に自動で暗号解除します。以上で STM32 マイコンセキュリティの説明を終わります。 ここからは STM32L5 トラストゾーンの概要を話します。ARM トラストゾーンとは何かについて説明します。トラストゾーンとはアドレス空間上に簡単にアクセスできない領域を作る仕組みです。アドレス空間上で簡単にアクセスできる領域とそうでない領域をアイソレーションします。ARM Cortex-M トラストゾーンの場合は内部バス上の通信も監視して不正なアクセスを無効にします。 トラストゾーンが防御対象とする攻撃はソフトウェアによる攻撃になります。このスライドは ARM Cortex-M トラストゾーンのイメージ図です。トラストゾーンは2つの側面でアクセスを監視し、アクセスを許可禁止します。まず最初に、今の状態でアドレス空間上のそのバンチにアクセスしてもいいのか判定します。 そのバンチにアクセスが許可されると、次はそのバンチを読み書きすることで内部バスに通信が発生します。そのバスの通信を実行しても良いかどうか判定します。このスライドは ARM 社が示す CoreTex-M トラストゾーンのモデルです。 今の状態でアドレス空間上のそのバンチにアクセスしてもいいかは CoreTex-M33 などの ARM コアが内蔵する SAU, IDAU というブロックで判定します内部バスに発生する通信を実行しても良いかどうかはトラストゾーンコントローラーと AHB バスで判断しますバス通信の許可禁止については ARM 社は今までの内部バスに信号線を1本追加して対応しています。このスライドは STM32L5 ではトラストゾーンがどのように実装されているか示しています。CPU コアには CoreTex-M33 を使います。内部メモリやペリフェラルとバスの境界面をトラストゾーンコントローラーで監視します。 内部フラッシュメモリについては独自の味付けをしています。フラッシュメモリにはファームウェアコードが配置されていて、電源投入直後からファームウェアの実行を攻撃から守る必要があるためです。トラストゾーンコントローラーの内部には3つのサブブロックがあります。 TZIC とは Trust Zone Illegal Access Controller の略です。ペリフェラルやメモリに不正なアクセスがかかったときに割り込みを起こします。MPCBB とは Block Based Memory Protection Controller の略です。内部 SRAM のセキュリティ設定を管理します。TZSC とは Trust Zone Security Controller の略です。 ペリフェラルと外部メモリのセキュリティ設定を管理します。このスライドは Cortex-M33 とグローバルトラストゾーンコントローラーの大まかな役割分担を示しています。Cortex-M33 はアドレス空間と NVIC 割り込みコントローラーのセキュリティを管理します。Global トラストゾーンコントローラーは アドレス空間に配置されている内部 S a m やペリフェラルのセキュリティを管理します。ペリフェラルの中でも AHB バスにつながっているペリフェラルは単体でトラストゾーンに対応しています。そのため AHB バスにつながっているペリフェラルはデバイスレジスターで個別にセキュリティ設定が必要になります。該当するペリフェラルはこれらのペリフェラルになります。 これらをトラストゾーンアウェアペリフェラルと呼びます。それ以外のペリフェラルをセキュラブルペリフェラルと呼びます。セキュラブルペリフェラルは、AH、AHB AP、APB ブリッジでまとめて監視されています。STM32L5 マイコンでトラストゾーンが有効になっているときのアクセス許可のイメージです。 コアテックス M33 の SAU と IDAU がセキュアファームウェア、ノーマルファームウェアのアドレス空間へのアクセスをフィルタリングします。そのアドレスフィルタリングを通った後、トラストゾーンコントローラーや内部フラッシュメモリのセキュリティ設定でそのアクセスを許可するかどうか判定します。どちらも判定が OK の時だけアクセスが成立します。 STM32L5 トラストゾーンについてソフトウェアの視点で説明します。このスライドは今までの CoreTexM マイコンでの動作の様子を示しています。リアルタイム OS なしで CoreTexM のコントロールレジスタにあるスレッドモードプリビレッジレベルビットを変更しないままだと、 プログラムは常に特権モードで動作します。リアルタイム OS ありの場合だと、OS が起動時に CoreTexM コントロールレジスターのスレッドモードプリビレッジレベルビットを変更して、特権のないユーザーモードに変更してからスレッドの動作を開始します。各スレッドは常にユーザーモードで動作して、割り込みや例外が発生すると特権モードに切り替わります。 ハンドラーの処理が完了するとユーザーモードに切り替わります。特権モードでないとアクセスできない Cortex-M Core のレジスターがあるため、このケースでは特権モードの領域はユーザーモードの領域から見てアクセスのしにくい領域になります。このスライドは特権がないとできないことをまとめています。特権がないと Cortex-M Core のレジスターの一部にアクセスできません。 その結果、システィックタイマーが制御できず、割り込みや例外の許可、禁止の設定や優先度の設定ができず、システムリセット命令を実行できず、スリープモードになる命令も実行できません。また、リアルタイム OS のコンテキストスイッチを実現するときに必要な命令の実行が制限されます。 トラストゾーンなしの今まではアクセスのしにくさは実行レベルが特権レベルかユーザーレベルかの2段階だけでした。トラストゾーンではステートという新たな軸が追加されアクセスのしにくさが4段階になります。4つの領域にどんな役割を任せるか。 どのようなルーチンやデータを配置するかなどを吟味するのがトラストゾーン対応マイコンのファームウェアを設計する第一歩ですこのスライドはトラストゾーン対応マイコンでどのように実行モードとセキュリティステートは切り替わるかを示しています実行モードはこれまで通り例外や割り込みが起こると切り替わりますセキュリティステートの切り替わりは2パターンあります 一つ目がハンドラーモードで他のステートの割り込みが起きた場合です。二つ目がセキュア呼び出しもしくはノンセキュアコールバック呼び出しで他のステートに配置されている関数を実行した場合です。このスライドは実行モードとセキュリティステートが一度に両方切り替わるパターンを示しています。 スレッドモードで他のステートの割り込みが起きると、モードとステートが自動で一度に切り替わります。割り込み処理が終わると、元のステートとモードに戻ります。このスライドはセキュアファームウェアプロジェクトとノーマルファームウェアプロジェクトの違いをまとめています。セキュアファームウェアプロジェクトはトラストゾーン拡張オプション付きでビルドします。 この拡張オプションによって ARM-CM シ s や ST 製ハルドライバーのビルド時にセキュアファームウェアとノーマルファームウェアが使うメモリやペリフェラルのベースアドレスが切り替わります。 セキュアファームウェアプロジェクトには新しい種類のシステムヘッダーファイルがあり、このヘッダーファイルで SAU や割り込みのセキュリティを設定します。このヘッダーファイルに記述された設定はリセット割り込みハンドラーで呼び出されるシステムイニット関数内部で使用されます。セキュリティ関連の設定はセキュアファームウェアでしかできないようになっています。メインループはセキュアファームウェアではなくノーマルファームウェアにあります。 このスライドはトラストゾーン対応マイコンでリアルタイム OS なしで動作する例を示しています。リセットで起動すると、まずセキュアステートの特権モードでファームウェアの実行が始まります。SAU や割り込みのセキュリティ設定はセキュアステートかつ特権モードの時にしかできません。また、STM32L5 の内部メモリやペリフェラルのセキュリティ設定は セキュアステートでしか実行できません。このスライドの例では、Cortex-M33 のコントロールレジスタにあるスレッドモードプリビレッジレベルビットを設定せずに、そのままノーマルファームウェアにジャンプして、特権モードのノーマルステートでメインループが動作します。このスライドはトラスト t ーン対応マイコンでリアルタイム o s ありで動作する例を示しています。 リセットがかかると、特権レベルのセキュアステートでまず起動します。必要なセキュリティを設定した後、ノーマルステートにジャンプします。RTOS が実行モードをユーザーモードに切り替えて、OS スレッドを実行します。OS スレッドは特権のないユーザーレベルのノーマルステートで動作します。各スレッドがアイソレーションしたメモリやペリフェラルにアクセスするときは、セキュア呼び出しを使います。 トラストゾーン対応ファームウェアプロジェクトは2つのプロジェクトで構成しファームウェアを開発・管理しますトラストゾーン対応ファームウェアの基本実行フローの例を示しています毎行にリセットがかかるとリセット割り込みがセキュア空間で発生しますセキュア空間のリセット割り込みハンドラーで SAU や NVIC のセキュリティを設定しますセキュア空間で動作するセキュアファームウェアの メイン関数が実行されます。システムクロックを設定し、内部 S ラムやペリフェラルのセキュリティを設定します。セキュアファームウェアで使うペリフェラルや割り込みがあれば、ここで初期化します。その後で、ノーマル空間で動作するノーマルファームウェアにジャンプします。メインループはノーマルファームウェアで動作します。メインループ実行中に、 セキュア空間に配置されている関数を呼び出すときは、セキュア呼び出すという手続きに従って呼び出さないと例外が発生します。このスライドは、セキュアステートとノーマルステートでどのような違いがあるかをまとめています。セキュアステートでは、予約領域を除いてアドレス空間全体が見えてアクセスできます。 ノーマルステートでは、アドレス空間上で見えない領域があり、そこにはアクセスできず、無理やりアクセスしようとすると例外が発生します。また、セキュアステートとノーマルステートはそれぞれ自前のベクターテーブル、システィックタイマー、プロセススタックを持っています。 このスライドはセキュアステートとノーマルステートでアドレス空間がどう見えるかを絵にしたものです。ノーマルステート時には灰色になっている領域にはアクセスできません。セキュアステートの時、ペリペラル、エスラム、フラッシュメモリー領域は同じ大きさで内容も同じ領域が2つずつあります。青い領域がセキュアステートでのみアクセスできる領域で、赤い領域がノーマルステートでアクセスできる領域です。 アドレス空間上にそれぞれ領域が2つずつありますが、物理的には1つです。このスライドの右上の絵は、内部 S ラムを半分ずつセキュアステートとノーマルステートに割り当てた例です。セキュアエスラム領域とノーマル S ラム領域のアドレス値は最上位ビットは異なるため、アドレス空間上ではこのようなアドレスマップになりますが、物理的には連続しています。 セキュアエ s ラ a m 領域を簡単にアクセスできない s ス a m 領域として使い、ノーマル s ス a m 領域を今まで通り自由にアクセスできる s ス a m 領域として使います。セキュアファームウェアを作成する際に青色の領域のアドレスを使う必要がありますが、ARM-CM シスドライバーや ST が提供する HAL ドライバーを使って開発していれば特に気にしなくて大丈夫です。 ファームウェアのビルド時にそれぞれの領域のベースアドレスが自動でケアされるようになっています。最後にまとめます。セキュリティとは外部の攻撃や脅威から危害を及ぼされない状態を意味する言葉です。攻撃はソフトウェアによる攻撃と物理攻撃の2種類あります。汎用マイコーのセキュリティ機能は主にソフトウェアによる攻撃に対する防御です。 STM32 の内蔵セキュリティ機能は、組み合わせて重ねて使うことでセキュリティを強化できます。ソフトウェアによる攻撃はセキュリティアイソレーションで防ぎます。セキュリティアイソレーションを柔軟に実現するための技術が ARM トラストゾーンです。ARM トラストゾーンとは、アドレス空間上に簡単にアクセスできない領域を作る技術です。 このスライドは STM32L5 マイコンを取り扱うときのキーポイントを示しています。青く色のついているキーポイントをパート3、パート4、パート5の演習で体験します。 パート2で STM32L5 の開発環境を整備して評価ボードを使うための準備をします。おすすめの ARMv8M トラストゾーンの参考文献の一覧です。必要に応じてご参照ください。おすすめの L5 マイコンのアプリケーションノートの一覧です。 必要に応じてご参照ください。ご視聴いただきましてありがとうございました。